ちは。今回も旅の続きを紹介したいと思います。今回はコペンハーゲンの観光と手芸屋さんを見つけたので、そちらの方に立ち寄った時の様子を紹介していきます。今回の滞在先は Airbnb になります。民泊を利用しています。でこちらの様子はまた別の動画で紹介したいと思います。夜9時半なんですけれども、まだこんなに明るいんです。今回こちらの Airbnb にした理由は、この暖炉使ってみたかったんです。あったかいソックスも置いてあったんですよ。なんかもうこういうね、ちょっとしたお心遣いがもうあったかくってほっこりしちゃいました。5月なんですけど、朝晩冷えるので暖炉があったかかったです。つけっぱなしで寝ていいよって言われたので、そのまま寝ちゃいました。星空がすごく綺麗だったの。お布団もふかふかで朝までよく眠れました。フルーツとか紅茶とかコーヒーとかも置いてあって、自由にね、使ったり食べたりしていいっていうことで、早速利用させていただきました。で今日はまだ何も予定決めてなかったので、朝から決めてる感じですね。日本にいる頃からメッセージでホストの方からドットっていう交通系アプリをダウンロードしといた方がいいよって言われてたんですけど、結局利用する直前にダウンロードしてゾーンを決めてました。この1から4っていうゾーンがだいたい空港から市内をカバーしているので十分かなと思います。今回は48時間のチケットを買ったので、デンマーククロームでちょうど20円ぐらいだったので、日本円だと3000円ぐらいです。部屋の居心地が良すぎてずっと痛かったんですけど、そうもいかないので早速外に出てきました。行き先は特に決めてなかったんですけど、とりあえず中央駅を目指しました。バスに乗ったらにゃんちゃんの声が聞こえてきて、なんだろうって見たらゲージに入れられてるにゃんちゃんがいました。日本だとなかなか考えられないですよね。バスに乗ったのはいいんですけど、目的地決めてなかったので、とりあえずどこで降りようかなって調べたら、チボリっていうのが見えたので、早速ここで降りてみました。チボリはなんと世界最古の遊園地で、ウォルト・ディズニーが参考にしたと言われてるテーマパークなんですって。もっとレトロな遊園地をイメージしてたんですけど、結構ちゃんとした遊園地で、入り口にチケット買う人で並んでたり、ジェットコースターに乗った子供たちの賑やかな声が聞こえてきたり、なんかすごい楽しそうでした。道を渡ってみたんですけど、その正面に見えたのが中央駅でした。中に入ったらセブンイレブンが目について、ちょっとね、中散策してきました。なんかバンズとかドーナツとかいろいろ売ってて、あとデリもねすごくね豊富でした。なんか日本のセブンイレブンっていうよりはちょっとスーパーみたいな印象でしたね。こんな風に寄り道ばっかりしてるんですけど、最初の目的地は人魚姫を見に行こうということで Google で調べたんですけど、駅がねちょっとここの中のどこかのホームなんですけど、そう探しながらまたマクドナルドを見つけてみたり、こういうことしてるからね、すぐね迷子になっちゃうんですよね。でこうチケット売り場とかちょっと見てみたりして、次のね旅する時の参考になればいいなと思って撮ってみました。本当はチケットだとどの電車でも良かったみたいなんですけど、よく分からなくて、メトロの地下鉄の駅を見つけたので、こちらから乗っていきます。もうどこに行くにもこの Google ナビ頼りだったんですけど、おかげで迷子になることもそんなになくて、で時間はかかったんですけど無事に到着しました。オスターポート駅になります。チケットタッチするところが、道順も Google ナビで調べて歩いて向かいます。ちょっと行き方はこれで合ってるかわからなかったんですけど、まあ、途中の景色も楽しめたので良かったです。この日風がものすごくって、スカートで着てちょっと失敗しました。風の音でかき消されてるけど、撮影しながら心の声が出てましたね。もうすごくね本当に綺麗でした。天気も良くて最高でした。ナビ通りに来たらカステレット要塞に到着しました。こちらは北欧で最も保存状態がいい要塞の一つで、星の形になってます。
で、コペンハーゲンの港の入り口を防御するために1662年に建築されたそうです。うわ、結構石畳の道が街中でも普通にあるので、スーツケース転がすとき結構大変なんだけど、でももうこれが普通なんですよね。すごい再利用できる。あんまりアスファルトで固めないようにしていて、ちょっと風車が遠くに見えたので来てみようかなと思って来てみました。かわいいって言うの。あー、すごいおしゃれ。いや、見えてきた。一人でしょ、みんなが実演するの初めて。ちょっと楽しみ。で、遠くに風車が見えたので目指してきたら大砲もありました。で、ナビ通りに来なくって方向ずれちゃったんですけど、お散歩してる人も多くって結構ゆっくり時間過ごせました。ちなみにこの日はスカートとセーターだったんですけど、上着はいらなかったかなって感じです。で、人魚姫の方向的には合ってるんですけど、この塔が見えたのでこちらも目指してきました。近づいてみたらこちら教会で、セイントオルバン教会でした。で、入るとすぐにどっから来たのって聞かれて、日本語の案内をいただきました。こういうのありがたいですよね。1885年に建てられたそうで、歴史のある教会です。中は撮影できなかったんですけれども、セイントオルバン教会は1885年に建築されたゴシック建築で、この白い建物がすごく特徴的なんですけど、この白を基調とした建物は石灰石が使われているそうです。少し先に進むと交差点でここに噴水がありました。もしかしたらここが要塞の入り口だったのかもしれないですね。目的地の人魚姫まで寄り道ばっかりで、かなりね遠く感じてるんですけど、あちこちにいろんな銅像がありました。さっきの教会の反対側から撮ったところですね。ここから見ても綺麗ですよね。ずっと向こうの方からここまで歩いてきた感じです。結構時間かかりました。そろそろ人魚姫の目的地に向かおうと思います。この建物はカフェだと思いますね。これ YouTube でも見てましたね。人がいっぱいいる。遠くからも見える。あれだな。遠くからでも人が結構集まったので、もしかしてここかなって言って目指してきたら、やっぱりここでした。人魚姫は小さいんですけど、人だかりなのですぐ見つかると思います。この時ちょうど12時56分だったかな。チボリからちょうど1時間ぐらいです。せっかくなので自撮りしてみました。ただ風が強くてもう髪ボサボサです。人魚姫は世界三大がっかりって言われてるんですけど、私にとってはもうベルギーで見たションベン小僧の方がインパクト大きかったです。本当にちっちゃいです。ちなみに世界三大がっかりっていうのは、ブリュッセルのションベン小僧と、コペンハーゲンの今回の人魚姫、シンガポールのマーライオンって言われてます。レンタル自転車もありました。デンマークの自動車税は日本と比べ物にならないぐらい高いみたいです。続いて目指したのがニューハウンです。あの有名な場所に向かいたいと思います。ナビが案内してくれたのが水上バスなんですけど、すぐ近くにあったので、この乗り場から乗ることにしました。この水上バスも最初に買った48時間チケットで乗れるので、気軽に水上観光が楽しめます。来た船にすぐ乗ろうとしたら違う船だったので、次の便で向かいます。チケットを押す場所があったんですけど、一回もね何も見せることもなく、アプリの中だけで完結しました。とりあえず一回中に入ってみたんですけど、やっぱり外の景色を見たかったので看板に出ていきます。立派な建物が見えたので、何だろうと思って後で調べたら、オペラハウスでした。すごくねおしゃれですよね。
で今度反対側を見たら、今度はこれもなんかすごくねおしゃれで、なんだろうって後で見たら、デンマーク王立プレイハウスっていう風に出てきました。もしかしたら違うかもしれないですけど、なんかすごいおしゃれな建物がいっぱいでしたね。でようやくニューハンに到着です。もうなんか遠くからでも建物がすごくおしゃれに見えて、ちょっと興奮してます。だいたい20分ぐらい乗ってたかなって感じですね。1時40分に到着です。ここから乗る人も結構多かったですね。降りる人と乗る人が同じぐらい多かったです。もう遠くからでも見て、もうすごい景色、いい眺め、しかもこのいいお天気。カメラ撮りながら何か喋ってるんですけど、風がもうとにかく強くって、全部音声がかき消されてたので、アフレコで入れてますけど、もうここの眺めはねすごくね綺麗でした。オランダもアムステルダムに行った時にこういう眺めが見れたんですけど、全然ねなんかヨーロッパ、同じヨーロッパでも全然違う景色でした。録画してる時も明日また来ようって言ってるんですけど、実際にまた翌日来てます。ここ見てもこの景色、本当にねもう最高です。すごい街並みっていうの、建物が並んでてすごく可愛いの。アンデルセンの童話は皆さんご存知かと思うんですけれども、親指姫とかマッチ売りの少女、人魚姫は日本でも結構ね馴染みがある童話なんですけど、そのアンデルセンはデンマークで生まれてるんですよ。すごいね、もう向こうまでずっと続いてるんです。反対側はレストランになってて、次の日に来ました。お腹も空いてたのでご飯食べたかったんですけど、ちょっと次の観光もしたかったので先に進みます。で歩いてだいたい10分ぐらいかな、ここ王の庭というところに来ました。すごいこの木がね、見てこのなんか直角になってて、どうやって剪定してるんだろうと思って、すごい不思議なの。本当に綺麗でした。なんかピクニックっていうのをなんかしてたりとかして、なんかのどかな光景でしたよ。でちょっと遠くに見えるのがローゼンボー城になります。ここもなんかねすごかったです。上から見てみたいなって思いました。この周りを囲ってる木もすごい綺麗じゃないですか。本当にねどうやって剪定してるんだろう。今回お城の中には入らなかったんですけれども、遠くから見てもすごい素敵ですよね。観光客の方もたくさんいらっしゃいました。現金が一切なかったので、ここで両替をしました。これまでですね使うことがなかったので、今回ここで初めて使いました。実際今回の旅ではフリマ以外では現金を使うこともなくて、ほとんどがキャッシュレス化が進んでたので、お財布を出すこともなかったです。でちょっとブラブラしてたらフライングタイガーが見ました。で価格も見てみたんですけど、日本の方が少し安いかなっていう印象です。こちらコペンハーゲンのランドマーク的存在のラウンドタワーです。入場料は40デンマーククロームで、日本円だと800円ぐらいですね。入り口入ってすぐのところでチケットを購入して登っていきます。クレジットカードと現金が使えました。これずっとずっとぐる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 登っていくんですけど、足元のレンガがねずっとこう敷き詰めてあるんですよ。すごいな、どれだけの労力だろうって思っちゃいました。賑やかな声がずっと聞こえてくる、どっからだろうと思ったら少年たちでした。楽しそう。最後にすれ違うのが大変そうなぐらいの細長い階段があったんですよ。それ登っていくと頂上になりました。信号機がついてたんですよね。来る時全然気がつかなかったんですけど、コペンハーゲンの市内を一望できる景色で、すごくね綺麗でした。眺めも良かったけど、ただねもう風が強くて大変でした。もう風がなければここでカフェでも飲みたかったんですけどね、ちょっとね残念でした。さらにこの上に階段があって、登っていくとプラネタリウムの展望台のようでした。
その階段も一人しか通れなかったんですけど、階段の上でスカートが風で煽られてマリリン・モンローみたいになっちゃいました。下に人がいたのでレギンス履いておいて本当に良かった。途中展示室もあったり窓からの景色も良かったです。ゆっくり見て回ってだいたい30分ぐらいの観光になりました。でこちらのお店ですね、人が流れるようにどんどん、ね、入っていくので気になって私も入ってみました。そしたらねすごくねいい出会いがあったんですよ。お店の雰囲気もすごくよくって、雑貨だったり文具だったりいろんなのがね置いてあったんですけど、その中でも奥に行ったらちょっと見てこれビニールクロスなんですよ。なんかテーブルクロスに使われるような素材として販売されてるみたいだったんですけど、ハンドメイドにも使えるような感じだったので今回お買い物しました。思いがけずね生地に出会えたのでちょっとねウキウキしてます。でいくつも欲しかったんですけど、ここでもやっぱり日本でなかなかね目にしないものを2つお買い物しました。ラミネートなのでどちらも50センチしか購入できなかったんですけど、こちらは 1m179 デンマーククロームでだいたい日本円で3800円になりました。現地では計算してなかったのでブログ書いてて初めて知ったって感じです。最後に手芸店に向かいます。この日の最後の目的地になります。5時半に到着しました。ここね閉店時間6時だったのでもうギリギリでした。セルフメイドという手芸店になります。ノルウェーにもあってチェーン店みたいです。お店の雰囲気もすごくよくって少しね撮らせてもらいました。布棚はもう見てるだけでなんかワクワクしますよね。カラフルですごくね綺麗な陳列でした。生地は種類が多かったんですけど、どっちかっていうと洋服向きな薄い生地とかニット系が中心のような印象でした。こうやって海外の生地屋さん見てると日本の布ってやっぱりいいなって改めて思います。あと見たらミシンがベルニナでしたね。ベルニナってスイスのメーカーなんですけど、やっぱりヨーロッパでも広く使われてるみたいです。閉店がもう間近だったのでもう30分しかなかったから急ぎ足で見てるんですけど、もう目移りしちゃってもう大変でした。ただここから2つの生地を選びました。まず1つ目はストライプの生地ですね。撮影もねさせていただきました。これちょっと切ってベリベリってやるの私なんかねあんまりどうも好きじゃないんですけど、海外はもうこれ当たり前のように、マリメッコ行った時もこんな感じでねカットされましたね。生地がねかわいそうな感じがしちゃってちょっと見てるの辛いんですよね。あともう一つは歯切れの山から一つお買い物しました。時期によって営業時間は異なると思うので調べてから行ってみてください。逆に30分ぐらいでちょうど良かったかなっていう感じです。ここ最初に来てたらもうどこも観光できないですよね。先ほどの広場に戻ってきたところです。この日の夕食は Google で高評価だったイタリアンレストランに行きました。すごくねおしゃれな雰囲気だったんですけど、外ね誰もいないですよね。この時だいたい7時半です。こういうレストランって予約が必要だと思ったんですけど、大丈夫ってことですんなり入れてもらいました。でカルボナーラとビールを注文しました。このカルボナーラもちもちしてて麺がすごく美味しかったです。なんかビールっていう組み合わせじゃないんですけどね。カールスバーグも美味しかったです。でビールと一緒に届いたのがフランスパンだったんですよ。お通しみたいな感じだったのかな。お値段は258デンマーククロームで日本円で5400円です。計算してるともうご飯食べれなくなるので、もうブログ書いてる時に帰国後に知ったような感じです。帰りの電車は乗り間違えちゃったんですけど、綺麗な夕日が見れました。もう滞在先のエアビーがすごくね素敵なので、ちょっとろうそく焚いてみたりおしゃれにシャワーを浴びてました。この時ホストの方に洗濯物をお願いできたので1回分だけお洗濯お願いしました。でその後暖炉とかね入れてちょっとぬくぬくして、でももうこの日はとっても歩いたのでそのままね寝落ちしちゃいました。後から見たらこの日なんと2万5000歩も歩いてたの、すごい。次の動画もコペンハーゲンの続編になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。